スマホのバッテリーが1年に1回の充電で済むという未来、どんな生活になるか想像できますか？もしかしたら 4K 映画が一瞬でダウンロードできる世界が現実になるかもしれません。これは夢物語ではありません。 NTT が提唱する次世代通信基盤構想 IOWN が実現すると、自動運転車による交通事故や渋滞が過去のものとなり、離れた場所からの精密な遠隔手術も当たり前になるかもしれません。今回はこのアイオン構想について徹底解説します。従来の電子技術から光技術への大転換がどのようにして実現され、私たちの生活をどう変えるのか。2030年の実用化を目指して、日本を代表する NTT はもちろん、インテルやソニーといった世界的企業もこのプロジェクトに参画しています。日本の技術革新はグローバル市場でどのような戦略を取っていくのかを見ていきましょう。それでは、光の速さで未来を切り開くアイオン構想の世界へ、皆さんをご案内します。アイオン構想とは、スマートフォンやパソコンを触らない日はありますか？毎日のように動画を見たり、デモをしたり、通話をしたりしているのではないでしょうか。これらの活動は全て情報通信技術に支えられています。しかし、今の通信技術には限界があることをご存知ですか？データ量は年々爆発的に増加し、2030年には世界のデータセンターの電力消費量が現在の13倍にまで膨れ上がるという予測もあります。このままでは地球環境への負荷が大きくなるだけでなく、私たちが望むような高度なデジタルサービスを提供することが難しくなってきます。この大きな課題を解決するために提案されたのがアイオン構想です。アイオンとは、革新的の光と無線のネットワークという意味で、 NTT が2019年に提唱した次世代の情報通信基盤のことを指します。従来の電子技術を中心とした情報処理から光技術を中心とした情報処理へと大転換を図るものです。アイオンが実現することにより、電力効率が現在の100倍、伝送容量は125倍、データの遅延は200分の1という、これまでにない高性能のネットワークが構築できると期待されています。なんだ、ただ通信速度が速くなるだけ、そう思いましたか？単に通信が速くなるだけではありません。私たちの生活様式や産業構造、さらには社会全体を変革する可能性を秘めています。例えば、完全自動運転の実現、災害時の迅速な対応、遠隔地からの精密な医療手術、メタバースのような高度な仮想空間の実現など、現在は技術的制約のために実現が難しいとされているサービスも、アイオン構想によって可能になるかもしれません。アイオン構想の実現に向けて、NTT は2020年にインテルやソニーと共同で、アイオングローバルフォーラムを設立し、世界中の企業と連携して研究開発を進めています。現在は世界の120社以上がこのフォーラムに参加し、アイオン実現に向けた取り組みが進んでいます。それでは、アイオン構想の中核となる3つの技術要素について、詳しく見ていきましょう。アイオンの3つの革新技術。1つ目は、オールフォトニクスネットワーク。2つ目は、デジタルツインコンピューティング。3つ目は、コグニティブファウンデーション。これらの3つの革新技術が組み合わさることで、これまでにない高度な情報通信基盤が構築されます。オールフォトニクスネットワーク。オールフォトニクスネットワークとは、ネットワークから端末に至るまで、すべての通信をフォトニクス、つまり光の技術で行う革新的な通信ネットワークです。現在の通信ネットワークでも光ファイバーが使われていますが、通信の途中で光信号を電気信号に変換する必要があります。この経路上の変換プロセスが、データ転送の遅延や電力消費の増加の原因となっています。オールフォトニクスネットワークでは、このような変換を行わず、通信経路の始まりから終わりまで光のままでデータを伝送します。このように光信号のみで構成される通信経路を、光のダイレクトパスと呼びます。現在の通信は、
データを一定のサイズに分割して送受信を行っています。この分割されたデータを大量に送受信するため、一部のデータが正常に届かないことがあり、再送が必要になることでデータ転送が遅延する原因となっています。しかし通信に時間がかからず、さらにデータの分割も必要なければどうでしょうか。アイオンでは現在の通信と比較してエンド2エンド遅延を200分の1にすることを達成しています。エンド2エンド遅延とは、データが送信元から宛先に届くまでの時間のことですが、現在1秒かかっている処理は 0.005 秒で完了するようになります。オールフォトニクスネットワークの実現の鍵を握るのは光電融合技術です。光電融合とは、光回路と電子回路を融合させた技術のことです。現在使用されている CPU などの集積回路では電子回路が利用されており、その問題点は消費電力が多いことです。電子回路に電気が流れると、電気エネルギーの一部が熱に変換されてしまい、エネルギーの無駄になっています。例えばスマホでゲームをしたり動画を視聴したりすることで本体が温かくなった経験のある方も多いのではないでしょうか。これは電子回路に電気が流れた際に電気エネルギーの一部が熱に変換されるためです。一方光回路であれば、このような無駄を省くことができ、さらに遅延も起きにくくなります。光電融合技術を確立することで消費電力の抑制や低遅延化を実現できるのです。デジタルツインコンピューティング。デジタルツインコンピューティングとは、現実世界の物体や人間、社会システムなどをデジタル空間に再現し、さまざまなシミュレーションを行う技術です。例えば特定の都市の交通状況をデジタル空間に再現し、信号機の制御方法を変えたらどうなるかシミュレーションしたり、新型コロナウイルスのような感染症の広がり方をシミュレーションして効果的な対策を立てたりできます。従来のコンピューターによるシミュレーションは単体の人や物を対象に行われることが主流でした。しかしデジタルツインコンピューティングでは、人と物をサイバー空間に再現し、それぞれを組み合わせてシミュレーションすることで、より精度の高い未来予測が可能になります。 NTT ではさらにサイバー空間の人を現実の人間により近づけるために、感情や意図まで表現するための技術を研究開発しています。デジタルツインコンピューティングは複数の層で構成されています。実空間のものや人のセンシングによりデジタルツインを生成するためのサイバーフィジカルインタラクション層、収集されたデータやモデルを蓄積するデジタルツイン層、デジタルツインに対する演算を行うデジタルワールドプレゼンテーション層などの仕組みにより、実世界を正確に再現し、未来予測やさまざまなシミュレーションを可能にするのです。コグニティブファウンデーション。コグニティブファウンデーションとは、ICT リソースを全体最適化し、必要な情報をネットワークに流通させる技術のことです。マルチオーケストレーターと呼ばれる機能により、クラウドやエッジコンピューティング、ネットワーク、端末などの ICT リソースを最適に制御します。エッジコンピューティングとは、データの処理をクラウドではなく、データが発生する場所の近くで行う技術のことです。さらにデジタルツインコンピューティングによる未来予測を活用することで、必要な情報量を予測し、効率的に流通させることが可能になります。例えば災害発生時でも、災害が起こる前に対策を実行して通信機能を確保することができるようになります。また業界や地域の壁を越えたリソース活用が可能になり、さまざまなサービスをより効率的に提供できるようになるのです。コグニティブファウンデーションの特徴の一つは、インフラストラクチャーオーケストレータという機能です。これにより、さまざまなリソースを一元管理し、業界や地域ドメインを超えたリソース活用が可能になります。また、リソースプールという概念も導入され、必要な時に必要なリソースを柔軟に活用できる環境が構築されます。アイオンの優位性。アイオンの革新技術について解説してきましたが、ここでアイオンの優位性をまとめましょう。
アイオン構想と従来の情報通信技術を比較すると、次のような優位性があります。まず最も大きな違いは、データの伝送方法です。従来の技術では、通信の途中で光信号を電気信号に変換する必要があり、この変換プロセスがデータ転送の遅延や電力消費の増加の原因となっています。対して、アイオンでは、通信経路の始まりから終わりまで光のままでデータを伝送するため、大幅な低遅延と省電力化が実現されます。次に、データ処理能力の違いです。現在の最先端の通信規格である 5G でも、最大通信速度は 20Gbps 程度ですが、アイオンでは1秒間に 1000Tbps を超えるデータのやり取りが可能になると言われています。1000Gbps が 1Tbps なので、5G の50倍以上の速度が実現することになります。消費電力の面でも大きな差があります。アイオンの光電融合技術により、電力効率を100倍に向上させることができます。例えば、現在のバッテリーでスマホが24時間使用できるとすると、電力効率が100倍になると2400時間、つまり100日間使用できることになります。この省電力化に加えて、無線給電技術を組み合わせることで、1年に1回充電するだけで十分になるかもしれません。また、データセンターの消費電力も大幅に削減できるため、地球環境への負荷を減らすことができます。さらに、遅延時間の短縮も重要な優位性です。アイオン構想では、エンドツーエンド遅延を200分の1に短縮することが可能です。これにより、ほとんどタイムラグのない遠隔操作が可能になります。遠隔地からでも精密な手術が行えるようになったり、自動運転車の制御がよりスムーズになったりするでしょう。アイオン実用化に向けた課題。アイオン構想は大きな可能性を秘めていますが、実用化に向けてはいくつかの課題も存在します。技術的課題。光電融合技術は、これまでの電子回路とは大きく異なる新しい技術であり、その研究開発には多大な時間と費用が必要です。特に、半導体チップ内部まで光化する技術は非常に高度で、2030年までに実用化できるかどうかは不透明な部分もあります。また、光デバイスの小型化や低コスト化も重要な課題です。現状では光デバイスは電子デバイスに比べて高価なため、スマートフォンのような小型端末に組み込むためには、さらなる技術革新が必要です。さらに、既存のネットワークやシステムとの互換性も課題となります。アイオン構想を実現するためには、現在のインターネットインフラを大幅に刷新する必要がありますが、一度に全てを置き換えることは非現実的です。そのため、既存のシステムと共存しながら、徐々に移行していくための方法を確立する必要があります。コスト面の課題。アイオン構想の実現には、新たなインフラの構築や機器の開発が必要であり、多額の投資が求められます。特に、光電融合デバイスなどの新技術は、初期段階では高コストであることが予想されます。これらのコストをどのように回収し、持続可能なビジネスモデルを構築するかが重要な課題となります。また、利用するユーザーにとっても、新たな機器やサービスの導入のためにコストがかかります。アイオンの恩恵を広く社会に浸透させるためには、コストパフォーマンスの高いサービス提供が必要になるでしょう。標準化と国際協調。さらに、標準化と国際協調も重要な課題です。アイオン構想を世界的に普及させるためには、国際的な標準規格を確立する必要があります。NTT は過去に、i モードなどの先進的な技術を開発したにもかかわらず、海外に拡大できなかった苦い経験があります。この反省を生かし、アイオンでは国内外の多くの企業と連携して開発、研究を進め、グローバルな展開を目指しています。2020年には、構想に賛同する企業を集めるために、アイオングローバルフォーラムを立ち上げ、現在120以上の企業が参加しています。しかし、グローバル市場で主導権を獲得するためには、さらなる国際協調が必要となるでしょう。
アヨン関連の日本企業、日本電信電話株式会社、証券コード9432。 NTT はアイオン構想の中核を担う企業として、光通信技術の最先端研究開発で世界をリードしています。2023年3月に商用サービス APN アイオン 1.0 を開始し、従来比約200分の1という画期的な低遅延通信を実現しました。 NTT 研究所では量子暗号通信とアイオンの統合研究も進め、サイバーセキュリティ強化にも取り組んでいます。さらに2024年12月にはオルフォトニクスコネクトパワードバイアイオンの提供を開始し、帯域を 100Gbps から 800Gbps へと大幅に拡大しました。ソニーグループ証券コード6758。ソニーはアイオングローバルフォーラムの設立時ボードメンバーとして参画しており、エンターテインメント分野でのアイオン活用を推進しています。空間情報を丸ごとデジタル化し、ユーザー視点や意図に合わせて配信などを検討しており、その構想は近未来のイメージそのものです。他にもメディア制作ワークフローのリモート、リアルタイム化などの検討を進めています。富士通証券コード6702。富士通は分散型コンピューティング分野でアイオンに貢献しています。NTT と共同開発したヒカリリスアグリゲーテッドサーバーは CPU、メモリ、ストレージを物理的に分離して光接続する画期的なシステムです。さらに2024年5月にはアイオン構想の実現に向けた光伝送ソリューションワンフィニティ、キーニーボウマルの提供を開始し、既存光ネットワークの信頼度を容易にアップグレードできるディスアグリゲーション型のソリューションを展開しています。日本電機証券コード6701。 NEC はアイオン構想のスポンサーメンバーの一社として、特に複合的なアイオン活用に貢献しています。2022年10月から APN に対応した光伝送装置4製品の出荷を開始し、2027年度に世界の光伝送装置市場でシェア 25% の獲得を目指しています。また日本オラクルとの競争活動を開始し、APN と OCI を組み合わせたインタラクティブなリモートライブ参加環境を構築しています。さらに、NEC コネクトラボにおいて、アイオングローバルフォーラムのアーキテクチャに対応した光伝送装置を提供し、実用化に向けた開発を推進しています。いかがでしたか？アイオン構想は、NTT が提唱する光技術を中心とした次世代の情報通信基盤です。すでに、ION 1.0 のサービスが2023年3月から始まっており、段階的に、ION 2.0、ION 3.0、ION 4.0 と発展させていく計画です。ION 構想は、遠隔医療、自動運転、スマート農業、メタバース、災害対策、スマートシティなど、様々な分野での応用が期待されています。これらの応用が実現すれば、インターネットが普及した時のように、私たちの生活や社会は大きく変わるでしょう。しかし、アイオン構想の実現には技術的課題、コスト面の課題、標準化と国際協調の課題、人材育成と社会需要の課題など、様々な障壁があります。これらの課題を乗り越えるためには、NTT を中心とした日本企業と、インテル、マイクロソフト、シスコなどの海外企業が連携して取り組んでいく必要があります。課題を乗り越えたその先には、私たちが近未来と呼んでいる映画のような世界が待っているかもしれません。今日はここまでです。この動画が面白い、役に立ったと思った方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。